た痩せ菌がたっぷり。1日1杯飲むだけで健康で綺麗に痩せます。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。食べ過ぎ飲みすぎてやっぱり太ったと落ち込んでいるあなたに朗報です。1日1杯飲むだけで痩せる痩せ菌ドリンクがあるんです。私も1日1杯飲んでいます。美味しくってお腹もすっきり、腸も超動いて快調です。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1、痩せ菌ドリンクとは。2、飲むだけで痩せる理由。3、痩せる飲み方。4、アレンジレシピ。この順番でお話しします。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗に痩せる女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てください。では早速目次1です。痩せ菌ドリンクとはということで、それは昆布茶になります。昆布茶、海藻でできてるあの昆布茶のことと思ったあなた、私も最初そう思いました。実はその昆布茶ではありません。今回の昆布茶はお茶を発酵させたドリンクのことです。このような昆布茶のことです。アメリカやオーストラリアではセレブの中でもねすごく人気があって、昆布茶の名称で親しまれているとっても人気のお茶なんです。他にも多くのメーカーさんがね作っていると思いますので、ポイントはお茶っ葉が無農薬で、もしくはオーガニックですね。そして非加熱で無添加である昆布茶であれば、どこのメーカーさんでも基本的には丸です。ちょうど私が飲んでいるこの昆布茶、知りたい方はコメント欄にこの商品のリンク貼っておきますね。では目次2です。飲むだけで痩せる理由とはということで詳しくお話しします。痩せるポイントはズバリ発酵食品、発酵しているドリンクだからになります。その理由は痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含んでいるからなんです。昆布茶の発酵成分である乳酸菌、酵母菌、酢酸菌、これらがあなたの腸内環境を整えてくれて、どんどんお腹の中に痩せ菌たちを増やしてくれるんです。またこの昆布茶に含まれるポリフェノールが脂肪燃焼効果がありますから、どんどん脂肪を燃やしてくれます。またそれぞれの発酵成分が持つダイエット効果が素晴らしい3つあります。1つ目はこちら、乳酸菌ですね。腸内でデブ菌と呼ばれる悪玉菌の増殖を抑えてくれて、腸内環境を整えてくれるんです。そのことであなたは便秘も改善、しかもコレステロール値も下げてくれたり、免疫力がアップする力もあります。2つ目はこちら、酵母菌になります。主に太る原因ですね、糖を体内に吸収するのを抑えてくれる効果もありますし、また腸の運動、蠕動運動を活発にしてくれます。そしてこの菌もあなたの免疫力をアップしてくれるんです。そして3つ目はこちら、酢酸菌ですね。特にアレルギー症状でお困りの方、花粉症とかこれから季節になってきますよね。そういったアレルギー症状を抑えてくれたり、特に飲みすぎた後アルコールの分解も促進してくれます。またこの菌も免疫力をアップしてくれるんです。以上お伝えしました通り、痩せるためには痩せ菌を多く含んだ発酵ドリンクを飲むことがポイントです。では目次3です。痩せる飲み方ということで具体的にお伝えします。こういったね、昆布茶はもちろんこのままストレートで飲んでもいいんですよ。発酵の過程でできた天然の炭酸なので、もうほんと開ける瞬間プシュッと今も落としてるんですけども、シュワシュワとね、優しい炭酸のお茶になりますから本当に美味しいんですね。ただし1日1杯までということで、私のこちらの昆布茶の目安は1日あたりだいたい4分の1カップから2分の1カップということで、50ml から 100ml を毎日飲むということになります。なので1つ目は1日1杯飲み続けることですね。そして2つ目はこちら、冷蔵庫で保存しないといけないので、基本的にね冷たいままなんですよね。そうすると腸が冷えて代謝が下がって太ってしまいますから、私はどうしてるかというと、ある程度コップに注いでおいて、しばらく常温なのまで放っておいてから、まあ、飲むんですよね。もしくはぬるめの茶湯で割ったり、そういった形で飲んでいます。そして痩せる飲み方のポイント、もう一つあるんですけれども、ぜひできれば朝飲んでいただきたいと思います。お腹がねぐるぐるっと動いて、毎朝朝からすっきり
デトックスすることができます。そして最後にぜひ体質改善ですから 3,4 ヶ月は続けていただきたいなと思います。ではここから目次4つ目です。アレンジレシピということで、先ほどお伝えしたこの昆布茶、ストレートでももちろん美味しいんですけども、アレンジレシピも美味しいので4つお伝えしていきます。ではアレンジレシピの1つ目はこちら、茶湯で割って飲むになります。茶湯の量はあなたのお好みで大丈夫ですよ。ぬるめのお湯で割って飲むと冷たいまま飲まずに済みますので丸です。では続いてアレンジレシピの2つ目はこちら、無調整豆乳で割って飲みましょうになります。もちろんこの量もあなたのお好みで大丈夫ですよ。ここでポイント、無調整であることですね。決して調整豆乳、要は太る原因、糖質ですね、お砂糖とか人工甘味料、余計な添加物が入っていない無調整豆乳を選びましょう。できれば国産大豆がおすすめです。そういったもので割って飲んでもとっても美味しいです。ここでしっかりタンパク質も摂取できますから、やはり痩せるためにはタンパク質とっても大事なんですよね。体を作る元にもなりますし、タンパク質が取れていないといつまでも食欲が暴走して収まらないので、しっかりとタンパク質と一緒に飲むのも丸です。はい、アレンジレシピの3つ目はこちら、無添加の無糖の炭酸水で割って飲むです。もちろんね、この昆布茶、天然の発酵の過程でシュワッと優しい炭酸にはなってるんですけども、もっとこうスカッとねされたい方はぜひ無糖の無添加の炭酸水で割るっていうのも丸。とにかくその時大事なのはこの炭酸水も常温で割って飲んでくださいね。お腹の満腹感も得ることができやすいですし、食前に飲むのがおすすめです。ではアレンジレシピ4つ目はこちら、プレーンタイプのヨーグルトに混ぜて召し上がってください。ということで、もうこれダブル発酵食品になりますよね。おすすめです。でこの時もヨーグルトはせめて常温に戻した状態で召し上がっていただきたいなと思います。くれぐれもお腹を冷やしてしまっては代謝が落ちて太りますから、気をつけていきましょうね。ここまでこの動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエットで1ヶ月でマイナス3キロを達成した方が多くいらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方、心と体のケアをした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロを達成した方たちが取り組んだ腸活ダイエットの方法、動画4本今無料でプレゼントしています。受け取りたい方はこちら動画下の説明欄にリンク貼っております。 LINE 登録から受け取ってくださいね。今回の大事なポイントまとめになります。健康で綺麗に痩せたいでしたら、まず腸内環境を整えることが大前提になります。その時に今回ご紹介したこういった昆布茶ですね、さまざまな発酵食品を毎食上手にバランスよく摂取していきましょう。ぜひ取り組んでくださいね。